はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはゼシカ。デッキの中身がこちら。コントロール魔法陣ゼシカになっております。はい。で、今の環境の、魔法陣ゼシカって、基本的には結構低コスト帯の得意カード、メラとかヒャドとか採用してたり、まあマックスコストが5とか6とか、まあそういうリストが結構ほとんどなんですけども、じゃあコントロールで使ったら弱いのかっていうことになって、今回ねコントロールタイプの魔法陣ゼシカ、組んでみました。はい。で、基本的には魔法陣張ってイオとか、イオナズンとかバーバラとかね、火炎ムカデとか、全体のダメージを与えて、しっかり盤面取って、まあ、大型竜王ゾーマダークドレアムこの辺を出してまあ、勝っていきたいなっていう、構築になっております。はい。で、影の騎士ですよね。影の騎士が本当に今の環境強くて、もうすごい圧力になるんですよね。すごい圧力になる。影の騎士を魔法陣の上に出してイオであったり、まあ、全体 AOE ですよね。それで盤面取ってもう悠々と影の騎士はフェイスに殴り込んでいくと、まあ、そういう動きもできるんで非常にね、使ってて楽しい。盤面を取って大型ユニットを出すっていうね、結構楽しいデッキになってるので、こちらでね、対戦の方をやっていこうかなと思います。はい。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter の方概要欄にリンク貼ってるんでよろしければフォローぜひよろしくお願いいたします。それでは対戦の方いきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。お相手ゼシカですね。やっていきましょう。ということでメラミもいらないかな、これで。うん、悪くない。私のターン、ね、さあ対戦よろしくお願いします。ジャムおじさんジャムおじさんか。沼いいですね。はい。私のターン、ね、影の騎士もねやっぱり強いですよ結構。うん、今の環境だと。さあこれはまあ魔術師いくか。ほい、ダンシリョ。さあ突撃小僧、邪魔くさいですね邪魔くせえ。邪魔くさいけどまあしゃーないか。そしたらどうしようかな。突撃小僧入れてんのか。氷塊かな。うん、氷塊っぽいですね。したらドロ。グレーン打ってテンション上げてターンシュルでいっか。うん、いや処理しとくか。グレーンの炎で焼き尽くしてあげる。うん、はい、ターンシュル。突撃小僧って結構やっぱ強いですよね評価が結構上がってきてるように思えるんですけど、どうでしょうか。ツンドラキー、へえ。まあグレンで処理できるんでいいでしょう。さあどうかな。ツンドラキーか、マジで氷塊やんマジに氷塊やな。うわマジか。いや、ここはベビーパンサーテンションアップグレンかな。はい、おい、グレン焼き尽くしてあげる。これ頭出さん方がまあ次暴走魔法陣見えてるんでこれでターン終了しましょう。2個張れりゃいいかな。突撃小僧をマジで突撃してくるんですけど、おモーモン結構早めのあれなんかな。あ、グレン打たない。ほう、グレン打たない、なぜだろう。まあ打たないなら打たないでいいのか。メラミ、メラミ、おっと
暴走魔法陣、テンションアップ、有利トレードフェイスと断しろ。容赦しないわよ。さあどうかな。まあ魔法陣2個晴れたんでもう十分ですね。十分さあグレンの炎で焼き尽くしてあげる、しっかり燃やしていく。さあ樹氷の竜、樹氷の竜、氷塊が出てないの美味しいですねこれ。まあメラメラミテンションアップ。ほい、あれあれほい、ダンスしろ。さあさあさあどうかな。ベビーパンサー悪くないね。テンションガンガン回せんのはでかいっすよ。さあプチアーノン弱いね。バズズテンポバズズ結構あれかな、事故ってるかな、氷塊が出てないもんね氷塊ないからありがたいっすねこれは。さあ行くわよと。アンルシア強すぎる、アンルシア。はい、みんなを傷つけさせない、傷つけさせない、これでも食らいなさい。でやほいほいと、うん打つか。まあ何が怖いっていうとモコ振るあたり、うん突撃小僧入ってるんで封印シナジーを入れ てもおかしくないと思うんで、それがちょっと怖いかなっていう感じですね。はい、アンルシアが強い。テンポを取り返しましたねテンポバズズがテンポを取り返されてしまうと。ただまあそれになってると、あーメラゾーマ打っていく。まあ火力を打ってくれるのはでかいですよ、うん、竹槍の、なるほどそれどこだ、そこか。あー綿棒はちょっと自分が使いたいっていう感じか。なるほどね。で2個 スノーモンやっと氷塊展開していく。さあこっちはちょっと火力を持っていきたいかなっていう感じですね。さあイオナズン強いっすね、強いな。ただこれはこうでいいんじゃないか。影の騎士いいよ、ほいピャッと。さあどこかな、ここがいい。うーんなるほど、フェイスフェイス、まあメラごと。はい、ターンしろ。強いね影の騎士、相当怖いと思うよ相当怖いと思うよ影の騎士。さあ若葉の精霊棒魔法陣出てるんで非常に優秀なドローソースとして動いてくれますね、ありがたい。もう本当にね全体除去をねふんだんに入れてるんで結構強いですよ。さあピャッと、もういらないと綿棒は。なるほど、モコフルやっぱり入ってたか。テンションアップ、盤面には7、8点、8点残りライフは5か。そうなってくるともうフェイスでいいような気がするな。若葉メラゾーマ引いた時点で勝ちなんでね。さあ竜王強いな、竜王強い。フローラフェイスフェイスフェイスと倒しろ。さあどうするかな。結構竜王もポンって置いちゃうと相手処理札なかったらきついですもんね、はい、テンションアップ、ぶつけて、なんやろマダンテはないよな。メラゾーマ2枚目切っていく。さあぶつけて、グレン
はい、しっかりゴーさん落としていく。残りライフはこれ2かな。いやまだわかんないけど、動く石像動いていきますね。さあちょっときついんじゃないかちょっときついんじゃないのこれ。ヒッポキング竜王と、ダウンしろ。さあ残りライフは2、何でも勝ちですね、何でも勝ち。盤面に残りは勝ちですよ。 OK、 対戦ありがとうございました。いや竜王が強いですわ。はい、勝ちです。はい、対戦よろしくお願いします。お相手ゼシカですね、やっていきましょう。まあ今の環境のゼシカって言ったら魔法陣かなっていう気がするんで、しっかりと、まあ、全体除去をねポンポンポンと挟んで、あれですね、大型ユニットを押し付けていきたいですね。竜王とか出されると魔法陣ゼシカ結構辛いと思うんですよね。そんなことないんかなそんなことはないか。はい、容赦しないわよ。さあ容赦しないわよと、容赦しませんよと。さあグレンでしっかり除去して、テンションアップでターン終了かな。 OK、 さあここはまったりいきたいですね。若葉強い。おいおい、ターンしろ。さあ行くわよ。次の診断が8月の末に多分発売ですよね。うん、楽しみ、非常に楽しみですね。これグレン打つかな。うん、グレン打って、若葉置いてグレンでここも、処理していきましょうか。容赦しないよ。影の騎士、うい、若葉の精霊でグレンとで、ターン終了かな。はい、いいですね。グレンの斧で焼き尽くしてあげる。相手ジン出てないんでね、なんでしょうね。あ、ジンといってもハンターハンターのジンではございません。ゴンのオトンではないです。シップジンライ。なるほど、結構ガンガン除去してきますね。シップジンライ入ってるリストって結構珍しいと思うんやけど、うん、まあそれはまた面白いですね。はい、影の騎士、相手のフェイスにもダメージ入んないんでね、ちょっと厄介っちゃ厄介やな。さあ5ターン目の動きはアターボをテンションアップターン終了か。うん、イオ打つかどうかだな。イオ打たないとグレンで影の騎士が落とされちゃうんで、これはイオ打とうかな。はい、テンションアップ、イオと、イオ、はい、ターンしろ。さあどうかな。よっしゃ。いやこの盤面で次竜王出せるって考えると結構強いね、結構強い。ただ相手の手札も8枚あるから、それはそれで怖いんですよね。それはそれで怖い。結構何でも選択肢、ベロニカがとか走ってくるんちゃうの。ただベロニカ行っちゃうとこれ取れないよね。シルビア、なるほど。どちらが上か白黒つけようじゃない。でまあ無理やり処理していくって感じか。うん、結構相手苦しそうですね。結構苦しそう。グレン焼き尽くしてあげる。結構苦しそうだけど、これ竜王行きたいですね。竜王、さあバーバラ悪くはないけど、まあここは竜王で召喚。これフェイスでいいな。はい、ターンしろ。これ無視で、シルビア無視でいけます。さあバーバラは10コストで使えば全体4点 AOE を放つことができる、非常に強力。手札は4枚中3枚 AOE って考えると結構何でもできそうじゃないか。しかもテンションスキル溜まってるんでね。はい、そっち処理、竜王無視かな。さあ7コストの動き、どう動いてくるか。電電竜、あーまあ厄介ですね。テンションアップ、もう厄介厄介、結構厄介やな。
メラゴー。ただまあメラミで処理できるっちゃできますね。メラミ、メラミ、いいよ。ほい、ほい、ほい。負けて悔いなし。グレン、テンションアップ。ターンしろ。どうかな。さあ残りライフは11。まあ4点はほぼ確定で手札に握ってるんで、まだまだ戦えそうかな。手札8枚結構ありますね。テンションアップ。グレン、お、竜王か。竜王処理すんのか。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。竜王が燃えていく。さあどう取る。結構手札消費しなあかんのちゃう。魔物の呼び上、バロンジャッカル、強い。強いっちゃ強いけど、うおほほ、おー強いな。おいおいおい、おやまあ、おやまあ、こりゃ参っちゃうな。強いなおい。これ強いな、ものすごい強いやん。それすごい強いな。どうしようかな。うん、あらそうですか。楽しめそうじゃないですか。イオナズン、テンションアップ。メラゴ、はい、ターンしろ。まあ盤面16点あるけどね、次のターン、まあ、ヘルス4にしてるんで、次のターンバーバラは処理できると。まあなんならこれぶつかって処理みたいな感じも多分あると思うんで、あとはまあ火力を引くだけで勝てる状態にしておきましょう。さあウィッチレディ、いいよ。ビャー、なるほど、一体は残っていくと。さあ竜王が正体を表していく。グレンプラスなんかバーンダメージでダメージを与えていくっていう、まあ動きもあると思うんでね。ただこの盤面やと10コスバーバラがすごいぶっ刺さっていくと。ああこれ多分グレンプラスメラゾーマかな、その辺で多分処理してくると思うんやけど。ああやっぱりそうか。オッケーオッケーオッケー。まあバーバラ行きましょう。バーバラ全体除去の鬼ですからね、許さないよ。さあメガトンケイルが2枚、恐ろしすぎる。残りライフは9。ただメラゾーマを1枚切らしたんで、まあまあまあちょっと安心できるかな。バーバラ召喚、私の力貸してあげるわ、貸してあげるわ。クチマダンテチョン、グラシャーンでまあこのターン耐えきれば、テンションスキルで勝ちっていう感じかな。はい、さあどうかな、どうでしょう。いや面白い面白いデッキですね、相手も。お、フェイスに、あ、嘘でしょ嘘でしょこれ負けんの負けんのかいこれ対戦ありがとうございました。くっそ悔しいなおい。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手テリーですね。やっていきましょう。まあ悪くないな。これ暴風魔、暴走魔法陣だけキープでいいですね。悪くないですよ。はい、ターンしろ。見せてやるぜ。まあ奇跡かなっていう気はしますね。さあ行くわよ。若葉。若葉って言ってもあのタバコの若葉じゃないですよすごい安いタバコ、それじゃないです。さあ関口メンディ召喚と。それだけなら助かる。泥、あ、泥まみれいい、いいじゃないですか。いやでもな、ユニット出しといてもいいかもしれない。いや、ここはこれで、はい、楽しよう。見せてやるぜ。これは暴走魔法陣2枚ちゃんと貼れるんで、そうしましょうか。あ、動かない、ありがたい。それでは、魔術師もさよならかな。暴走魔法陣、うい、撃ちます。さあしろ、まあ、こいつの特性がもう奪われたっていう感じですね移動しない限り。
こいつの効果が発動することはない。さあ4コスト奇跡いいじゃないかなと思うんですけどね。イカズチ、イカズチよ、俺に力を。火炎斬りテンションスキル、なるほど、結構強いですねそれ。ただ火炎斬り切ってくれたのは結構でかいぞ。わすげえな、除去除去丸じゃないですか。除去除去除去丸、怖い。わたぼう、はい。まあこれテンションスキルは確定かな。イオナズいいですね、はい、見せてやるぜ。覚悟しておけ、覚悟しておけよ。でメンディーかな。奇跡が強いよな今、すごい強いですよね。休憩していく。さあメラミ、まあ、火力で押し切っていくか。もう影の騎士、俺のターン。ただいま。まあ早急にちょっと決着つけないと奇跡でどんどん回復されちゃうんでね。からくり将軍、おフェイス殴っていく、なるほど。行くわよ。あーすげえ、火力の鬼になってる。火力の鬼となっている。フェイス綿棒展開するか。うん、手札ちょっとしょぼいんで。メラゾーマ7点、いいですよ。8点かな、はい。ちょっと取り方間違えたかな。メラゴーストフェイスに打ってメラミ5点ぶつけた方が1点ちょっと損しましたね。プレミしました。あでもまあ15点調整になったんでまあいいかな。15点調整するためにそういう取り方したんではなくて、純粋にプレイングミスしましたね、申し訳ない。はやぶさ切り、テンションスキルまで使って影の騎士を落としていくかな。はい、 OK。 いや残りライフは14、メラゾーマが6点。ゾーマ、ゾーマか。バーバラ2点しか与えない、2点与えてグレンで取る動きも悪くはないかなっていう気がしないでもないですけど、どうかな、いいんじゃないか。ほい、あしろ。まあ4点からだと相手も1点でも2点でもダメージは受けてくれるんで、それでいきましょう。でゾーマと、はい、とりあえず盤面取ってる状態でゾーマ出さないとあんま強くないんですよねやっぱり。俺のターン。さあ残りライフは11、回復して14。ただこの辺取るなら2点ダメージ受けちゃいますね。さあ縦魔人召喚。縦縦はきついんだって。縦立てだとダメージ受けてないじゃん、美味しくないよそれは。あーゾーマターン終了。さあゾーマです。ゾーマどうやって取ってくる。盤面と武器振れば取れるけど結構しんどくないか、ダメージすごい受けるぞ。でまあそうなってくれればメラゾーマが生きてくるんですよね。でゾーマ無視してウォールを張ってくるのであればイオナズンで道開けてゾーマフェイスっていう動きが取れるんで、いやどっちにしろ美味しいんじゃないか。アンルシアが一番美味しくないかな。さあどうする。ゾーマよ、びっくりするでしょうね、魔法陣ゼシカのリストにゾーマなんて入ってねえだろっつって。どんなリストだよ、デッキ見せろよみたいな感じで言われそう、怒られそうですね。
関係ねえよ。ネルゲル召喚。ゾーマ無視だな。ゾーマ無視。イオナズン4点。あ、そうか。光の弾使ってないから。悩ましいな。まあ、これで、イオナズンは5点になるんですね。だから5-5出ても別に構わないっていう感じかな。はい、全然いいよ。全然いいです。私のターンね。さあ、火炎無火で、魔術師、イオナズン。リーサルないよな。メラゾーマ7点ないよね。とりあえず、イオナズン。はい。ぽい。ぐしゃー。さすがにネルゲル処理だ。で、フェイスと。よっと。ターン終了。残り3点。盾魔人2体いたとて、メラゾーマで押し切れますね。さあ、どうする？ゾーマ放置は結構痛いんじゃないの？結構痛かろう。さあ、光の玉、ようやく処理に回っていく。ギガブレイク、ズシャーで、これかな。パンチパンチ。あー、3点回復されちゃっても大丈夫ですね。ユニット置いてメラゾーまでしまいっすね。回復でメンディーかな。はい、オッケー、勝ちかな。これでぴったし勝ちですね。何様って感じ。さあ、まあ火炎無火で置いて、メラゾーマと対戦ありがとうございました。ちょっと怖かったですけどね。怖かったけど、まあギリギリ勝ちをつかむことができました。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、コントロール魔法陣ということでゼシカ使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。全体のね AOE がふんだんに入ってるので、盤面一瞬で取れますね。イオ、カエムカデ、イオナズン、バーバラ、まあ見てるだけでも、5種類あんのかな。5種類で、しっかりと盤面取り尽くして、竜王ゾーマ、この辺につなげてあげると、まあ、非常にね楽しいデッキになってるので、よろしければこちら、フリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではよろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter の方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローぜひよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。